どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。パーズザジャーニーゴーイングカコトロール、パーと旅をしますかっちゅうことですかね。ってことはパーを持っていきながら進むっていうコースだと思うんですよ。いや珍しいよね、そんなコース僕初めてするかもしんない、多分これまでたくさんのコースやってるからわかんないのよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.07%。 そういや昨日夜中寝てる時にガシャーンって音がして飛び起きたんですよ。何事かと思ってキッチンに行ってみたらグラスが勝手に動いて割れてたの。怖くない？で原因を探ってみたら、うちの飼ってる猫が申し訳なさそうにこっちを見てました。あー話が長いばかりで、ね、外枠俺のバカ。いや本当にビビるからね、夜中にグラスが割れる音経験したことある？マジ怖いからね。お前の頭を割ってやろうか魚。そこで一番心配するのは飼ってる猫の肉球ですよね。で速攻で肉球調べたところ、まあ問題なかったからよかったとして、最近コップで遊ぶんですよ。それマジでやめてほしいよね。それもやめてください。中華今日パワーブロックを持っていくようなコースじゃないんだね。パワーブロックを発動しながら進むコースか。それさえ分かればもうこっちのもんなんだよ。ここで投げる、それで亀は下に行く。この場所だ、この場所で投げれば下に行けるっていう技。さあ土管に入っていこう。もう邪魔すんなよキャメたち。間髪入れずにやりに来てくるな、このコース。じゃあ右に逃げる。これはどうせ下がんなと思いきや違う。右かい、打ち合わせだよ。じゃあなんでこんなコースをやっているのかと、この動画を見て幸せになれる方が一人でもいるかもしんないからだよ。もうやめろ。やめたいならやめればいい。それでどこかの誰かの笑顔がなくなってしまってもいいのか。たった一人、たった一人だけかもしんないけど、その笑顔がなくなってしまってもいいのか。そんなことお前にはできるわけないよな、ピオキング。いけるか。やっほっほっほっ、だけでやー。みんな一度は思ったことあるんじゃない？有名な漫画家さんとかさ、何十億何百億って稼いでる人いると思うけど、そんだけ稼いでれば仕事なんかやめて好きなように楽に生きればいいのにみたいな。でもそうしない気持ち僕にも少し分かってきましたね。あっぷかお前の場合は規模が小さすぎるんだよ。なんかパウ持ってきちゃったけどいい？あのドクロリフトに乗らなくちゃいけなかったんじゃない？成敗されてんのござる！と見せかけてここはパウちゃんしてドクロリフトの方まで行こうじゃないか。無理ですけど。このパウ持ってきちゃってよかったかな。でもこの後いるような気するんだよね。さあオンオフ欲しいの。あの動画の先、ここからパウがいるんだ。さあパウ様、君の出番だよ。パウいらねえでガイデル、いらないならどっか行っちゃえ。僕もついてか。パウ置いたらどうなっちゃったんやろうね。先にオープンブロックがあるから上に来る。あ、閉じ込められたっていう感じか。ここに来てさ、ならこのオンオフをして次にパーラッパッパーアイパウニー。なんかめちゃめちゃマック行きたくなったね。いやマックってさ、何が一番好きって結構分かれる。これなんか出てくるんじゃない、魚とか。何も出してこないのか上の方台は。でも分かってんだ、パウをした瞬間右から何か降ってくるわけでもないよ。さあドアに入っていきましょうか。そろそろ中間は、あ、僕ですねマックで一番フィッシュバーガーが好きなんですよ。フィッシュバーガーが一番っていう人なかなかおらんくない？だいたいさ、照り焼きとかサムライマックとかマックブックとかじゃん。あ、マックブックじゃねえよ。お前マックブック食えよちゃんと。いや違うの、違うんだって。おっけビッグマックって言いたかったのよ。これ絶対オンオフがあるって。だから一旦左で逃げる。うわー、なんじゃそりゃマクドクナルドだね。面白いフェイントを持ってきやがるぜ。だが一度見ればこちらもんなんだ。しゃー中間ポイントゲットだぜ。でなんだよ左の毒はよ、そんなところに大量のコスト使うなって。そんなんだったらさ、もうちょっといろんなとこに敵を散りばめてくれよ。さあこのクーパークラウン乗っていいのかい。下から行く。いや上のパン叩かなきゃいけないような気するんだよな。叩きます。そういや最近思うんだけど、下ネタってどっから下ネタなんだろうね。誰もが考えてる下ネタってあるじゃん、もう典型的なやつ。それは下ネタとして、おならって下ネタなんかな。いや僕ねグレーゾーンだと思うんですよ。あれは下ネタじゃないような気がするんだよね。いや僕ね動画内で下ネタをねなかなか口出さない人間なんですけど、おならとかねやっぱ実況して絶叫したらたまに出ちゃう。そういうの言っちゃっていいのかな、どうかなみたいなさ。だどま
いやすいませんね、私はイケメンで清潔感のある人間で通ってるんですけど、やっぱり私も人間なんでそういうこともあるんですよ。ペンとかもめちゃもうこれ以上やめろ、もう喋るのやめようか。じゃあこのドカが入っていけますね。下のパックのところは何だったんだろうな、すげえ怪しい、絶対あっち行かなきゃいけないところだろう。ドントスロー、パウダー、パウダーってなんだ、花だよ、パウと花をごっちゃにすんだ。ってことは下にあるパウでブラパウを移動しろっていうことなんじゃないかな。いやもう遅えか、今さら綺麗に実況しようとしてももう遅えか。え、何これ移動しないんだけど、上にドッシュがいるのか。でこのパウを持って下の花を倒す、そうするとドアが出てくるということですか。さあ次は、なんでだよ、いい加減にせんか。上のブロックを叩けっていうことだから、このパウを足蹴りしなくちゃいけないのか。で叩きます、でボボヘイが出てくる。いや待て待て、このシーン見たことあるぞ、僕やられた。このコース私やったことがあるかもしれません、なんか見覚えがあるんだよね本当に。さあ魚を落とす、で上に行きの、いや本当にあるのかな、ちょっと分かんないんだよね、多分この月で分かると思う、分からん。もう完全に忘れちゃってる。これさ、パウ発動シーンのすぐ右に行こうか。これで違う違う、はだー。こういうのって意外と見てる方の方が詳しかったりするもんな。ぜひ教えてください、僕がこのコースをやったことがあるのかどうか。教えてくれた方には先着10名様、僕のキーホルダーをプレゼントしたいと思います。うっそぴょーん。そんなん言ったら嫌われるって。ここでパウブロックを投げろみたいな感じだったよね、そうするとブラパが出てこないみたいだ。で中間はやったー。でもこれね、なんか中間ポイント戻しがありそうな気するんだよな、なんか中間位置の場所がそんな感じだった。これは何もしない大丈夫、どけてくのボカー。まあ私といえば中間戻し、死に耐久の2大名物のトロールコースだと思うんですよ。3大名物にしたいんで、あと1個何か教えてください皆さん。さあここはチョロップのところ行っていいのかい、すげえ怪しすぎる、でも行く以外ないもんな。さあチョロップ、足場を貸してくれ。なんだこいつは。いやろう、ガンガンする。ここは何、死に耐久みたいな感じかな、このバネを避けてどんどんこのパワーブロックを叩けば何かある。右に砲台があるな、あの砲台から何か出てくるっていう感じなんじゃない、もうめんどくせえことさせる。しかもさ、左上に P ブロックがあるじゃん、 P ブロックじゃねえ、 P ステッチがあるじゃん、あれ絶対何かしてくるよ。もうこれ左からやろうか、左からやれば結構簡単っていうのは分かった。はいこれで終わり、何を出せる。あ、いやトゥースロー、何かを投げろっていうこと。ごめん、めちゃめちゃ今鼻がかゆ、おい待てよ、やめてくれって、中間ポイント引きだけはお願いします、神様。もう少し難しい死に耐久来て欲しかったですね、あんなのじゃ僕全然翻弄なんかされませんよ。さあ扉に入っていく、でここは P 発動すんのかい。電球これ不気味かな。うたら絶対落ちるでしょ、頼む落ちないで。まったくパーブログちゃんは恥ずかしがり屋なんだから、一緒に旅をしようよ、コスメにもそう書いてたでしょ、一緒に旅をするかいって。じゃあここパーブロックを持っていけませんけど、ここにやられなきゃ、あ、なんか降ってる。ナイスパーブロック、これで大きいの、こっから左に進めということですね。さあドクロリスト、君は何もするな、そうだ、そのまんまゆっくりと左のドアの方に進めばいいんだ、ここで上を進歩だ。なぜそうだろう、ならこれは上でいいのかな、花の方行ってみるよ、そうすると花はやられてくれる。もう何もするな、ドクロルートに乗って扉の方に行けということかい、最高じゃないかドクロルート、君は早いので、さあちくわちくわ早く降りて、でここから上、なんでそうなんだよ、これ下から行けるな、よしよし、もうゴールは近いと思うよみんな。さあこれパーブロック発動しいの、どっかゴールあるんじゃない、右のパーブロックの方とか怪しいよね、あんなかゴールですみたいな。これ上と下どっち、頼む2分の1、あってくる、こっち、あもっといいリアクションせえ。いや僕のね、長年の経験が言ってる、右のパーブロックのところ絶対にゴールだと思うよ。さあここを叩いてゴールしようじゃないか、頼むやったほらね、合ってたでしょ。
ょ。絶対怪しいと思ってたんだよな、あすか。いや、すげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。ラインを越えるな。ドントクロスザライン。説明文に、ラインを越えてはいけないコースだけど、ちょっとだけ触れても大丈夫。自信があれば、ピンクコインも集めてね。Thank you for playing。ってことは、サムネに載ってる白いラインを越えてしまうと、Pスイッチが発動してやられるっていうコースなんかな。ただ、ピンクコインを集めれるかどうかなんだよな。ピンクコインを集めない状態でクリア率が 1.21% だと思うんですよ。だから集めるのは相当難しいんじゃない？まあ私マリメ界のマリメキングですからね。集めた世界をみんなに見せてやるぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.21%。 こういうラインを越えたらいけないっていうのは見たことは結構あるんですよ。ただやることは初めてかもしれないね。多分だけどまあ曖昧なんだよな常に。これ左は隠しブロックあるな。上は上からはいけない。やっぱり上に P スイッチが見えた。だからこのラインを越えたら P スイッチを踏まれるっていう感じなんじゃないかな。どこまで触れていいんだろうな。もうそこむずいって。この気づきや今なんて言おうとしたか分かんて。まあこの先進んじゃおうか。どこに？ここちょびちゃんが必要なのね。あらよっと、もう一丁からな、もう一丁。そしてこのツタを登りの、あのピンクコイン取れってめちゃめちゃ難しくない？このピースイッチ踏んでしまいそうな気するけど大丈夫？このピンクコインはね、綺麗に真ん中行かないとピースイッチ踏んちゃうんだよな。でツタは真ん中行ってくれないからさ、ジャンプして右よしで、ジャンプ！オーケーオーケー。で、今度はオープンか。このオープンゾーン大ジャンプしたらいけないんだよな。え、これ越えない？大丈夫？ちょっと当たってるような気するけど、まあ、ちょっとだったら大丈夫って説明文に書いてたもんな。で、今度はピースイッチ動いてる。そんな動いてるピースイッチ全然余裕なんだよ。さあ、このピースイッチを越えていきの。今度も難しいって。え、何この赤コイン？これ、取れる？頑張れ！いける！お前ならいけるぞ！こっからチョビちゃんからの右押しっぱもうマリメやめろ。そう簡単には取らせてくれねえってか。ちょっとガチで集中していい？ここめちゃめちゃむずい。帰りましょ、チョビ。よしもうやられたくないよ。頼む、中間ポイントがなんかあってもう一回あれできる気がしねえって。なんだよお前は。お前を倒せってか。何お前は超えてんだよ。ラインよ、同じルールで勝負せよ。そんないらねえプライドを持った男になれよ。あまあ言うてもタカが中ボスですよ。ただ3回踏めばいいだけ。これ大丈夫？ちょ待って、こっち来んだって。いや、これいけるんじゃない？頼む。うわー、オッケー。ちょっと言い訳させて。マジで3回踏むだけだったらそんなに難しくないのよ。ただこいつさ、大ジャンプしてくるじゃん。その大ジャンプした時に踏んじまったらこっちの負けなんだよな。ラインを越えてしまうから、このタイミング。そう、ゴールか。で、靴がいる。俺のスタンスミス返せ。靴までいるとか鬼じゃない？ゴールできるのにゴールできない僕の気持ちをもっと分かってくれよ。知らねえよそんなの。いや、これもうパターン入った。パターンに入れさせろ。よし、で、あと1回頼む。はこのタイミング。やったしゃ、これ上何があるんだろうな。つまんねえもんだったら承知しねえぞ制作者。ふざけるなまあまあ無事ゴールできましたよ。いやでもね、本当にめちゃめちゃ面白かったこのコース。ラインを越えちゃいけない系ってこんなにも楽しいもんなんだね。また他のコースでも見つけたらやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発赤一色に止まりしもの。説明文はサムネイルにぴったり。まあサムネイルにしたくてこのコースを選んだところもありますねバカ正直に答えなくていいって。いやそれもあるんだけど、ほぼ画面全部が赤放題で埋まってるじゃん。これどんなコースなんかなと思って。あの赤放題から何が出てくると思う？魚とかバブルとかだったらめちゃめちゃ難しいコースなんじゃないかな。まあやっていこうか。クリア率は 3.66%。だいたいこういうコースってゴール条件あるんだけど、このコースはないんだよね。だから敵をかわせっていうコースだと思うんだよな。さあ始まった。こんなからなちょっとおしゃれか。分かった分かった、このバブルをかわせばいいだけ。そういうコースだ。あっちだ。
初段をかわすのはそんなに難しくないと思うんだよな。でこっからよ、問題はここで何も難すぎか。初段かわした後どうするかだよね。砲台でひっついてたら出ないから一番下ひっついておこうか。勢いでいけるんかな。勢いでいっちゃってみようか。ここからダッシュしていいの。こう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 いけるんかい意外とサクッとクリアできちまったな。いやでも本当面白いね、このコース。ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。最速取ったぞー。